皆さん、こんにちは、りなです。今日はおしゃれな雰囲気の中でうなぎを食べに来ました。もう私はあのうなぎ大好きだからめっちゃエクサイテッドだよ。で、ここはうな富士というレストランなんですけど、名古屋でめちゃめちゃ有名で、あ、昔で動画もあの違う店舗で行ったことあって、2年前、3年前、だいぶ前。今日はそのうな富士でめちゃめちゃ美味しいうなぎを食べてみたいと思います。じゃあメニューからいきましょうね。メニュー、うなぎです。うなぎです。もううなぎ丼、うな重、ひつまぶし。今日は何食べます？うな重でいきますか？ひつまぶしでいきますか？いや、名古屋だったらもう本当にひつまぶし行くしかないと思うよ。このうな重もめっちゃうまそうだよね。これうな重じゃない。あ、うな丼だ、こっち。これがうな重だよ。うな丼とうな重の違いは？四角いか丸いか分かんない。その違いなの？本当に知らん。多分違うと思う。じゃあ今日はレナはひつまぶしかな。ひつまぶし、これ。あと他にもいろいろあるよ。見て。あ、長焼きとか、うまきとか、うざくとか、いろいろうがついてるやつあるね。白焼きがある。え、おいしそう。白焼き定食。白焼きって何？味付けがちょっと違う。普通の今まで食べてるレナのうな重とかひつまぶしとはちょっと違う。初めてなんじゃない？白焼き食べたことない。あ、じゃあ白焼き行ってもいいかもね、今日。じゃあ両方行きましょう。そうだね、2人いるからね。ひつまぶしと私は両方行きましょうと。すごいじゃない。実は話を聞いてないけど。今店員さんがね、上ひつまぶしに追加のお茶碗つけますかって聞いてくれて、お願いしますって言ったら睨まれました。シェアしないか。あげないよと言われました。シェアの精神って言ってる？ Yes。 あの、みんなにシェアするとそれが回り回ってこう自分に返ってくるっていうの知ってる？あ、いやいや、あのドイツにそういうの教えてもらってない？あの、日本の文化はそうかもしれないけど、そうそうそう、だからレナ文化が違う。基本的には私も人生においてそう思ってます。あ、思ってる思ってる、よかった。食べ物に対しては私のものが私のもの、うん、墓のものも私のものの文化で生きてます。はい、ジャイアン登場。ちなみにお通しもありましたよ。うな富士のお通しといったらキュウリだね。前回もお通しだった。めっちゃうまいお通しだね、これね。ちょっとめっちゃうまいかどうかをチェックします。お、パクシャクしておいしい。来ました。タカのビールめっちゃおしゃれがあるよ。めっちゃうまそうじゃない？そう。じゃあ乾杯しますか、社長さん。はい、乾杯。乾杯。うん、ジンジャーエール。くー、顔取りたいけど、タカのクーはこのクーって引きずってますよ。ユーみたいな。ジェットコースターの時の顔じゃん。じゃじゃーん、来ました。来ました、ひつまぶし、上ひつまぶし。ちょっと準備できましたか？トントントン。めっちゃ美味しそうだよ。めっちゃ香りがすごい美味しそう。正しい食べ方があるけど。ありますね。これちょっとだけおつまみさせて。これめっちゃ美味しそうじゃない？あ、出た出た、眉毛バロメーター出ました。うまい時にこの眉毛のバロメーターが目印でございます。おいしい。おいしいしか言わないこの社長。おいしい。喧嘩売ってんの？いや、日本語で食レポするのも難しいでしょ。皆さんはどうですかね、食レポしてみたことありますか？あれ、じゃあドイツ語だったらうまく食レポができるということですか、社長さん？もちろん、ドイツ語だったら。じゃあ今日これ使ってドイツ語で食レポやってみますか？もう言い訳できませんよ。これなんだけど、ハイエンドケトルっていう翻訳イヤホンになります。ちなみに3年ぐらい前に僕らの動画で1回紹介してるよね。ああ、そう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 。これその時でも正直機能がすごかったんだけど、うん、バージョンアップしてさらに良くなったので、今回はこれを使ってちょっとドイツ語で食レポをしてみたいと思います。じゃあ私はこれをつけて、タカがこれをつけて、同時通訳ができるよ。はい、じゃあ早速今耳につけたので、レナの方には俺が喋った日本語がドイツ語に変換されてそこから聞こえます、はい、で僕も今耳につけてて、うん、レナが喋ったドイツ語が日本語に変換されて僕には聞こえると、うん、だから本当に会話ベースで同時通訳ができるっていう、ね、そう、携帯とかも何にも見ずにここでコミュニケーションが取れる。じゃあいいですか、準備できてますか？はい。ドイツ語での食事レポートに自信はありますか？Ich muss zugeben, das habe ich noch nie wirklich selber ausprobiert. うなぎを食べた感想を教えてください。Wow, das ist wirklich ultra lecker. Der Aal ist so richtig schön knusprig,
ってグレープ。すごいやん。何がすごい？すごい、全部我らの言ってることが分かるわ。確かに日本語より食レポうまいかもしれない、ドイツ語の方が。それはそうでしょ。ちなみにレナさんのドイツ語での食レポは上手だということが分かりました。抜群ですよ、もちろん。ちなみになんかこれいろんなシチュエーションでできるから、例えばなんか簡単な質問とかしてみるわ。別に旅行とかでも使えるし、そう外国人とのミーティングとかいろんな場面で使える。あなたの体重は何キロですか？Das ist ein Geheimnis. Das sage ich dir nicht.すごいですね、社長さん。だからそういうすごい機能があって、あの Google 翻訳とかと比べて、こうハンズフリーで人とコミュニケーションが取るのがこれの特徴だから。もうイヤホンお互いつければ終わりだもんね。つけるだけでオンにする、もう喋るだけ。すごくない？携帯の画面とか見なくていいからね。そう、見なくていいし、本当にこれおすすめです。ちなみにこれ他にもいろんな機能があるんでしょ。アプリを開いてみるといろんなモードが書いてあって、一つはリスンモード、だからイヤホンを自分の耳に入れて映画とか会議とかで海外の声が聞こえて、それ自分の耳で日本語が聞こえるような機能だからすごい便利だよ。スピーカーモードはもう一つのモードで、例えば海外旅行であのホテルのチェックインとかレストランで注文をするときに自分の方にイヤホン入れて、相手に携帯を見せて、ここで喋ったことが携帯から違う言語で音声が出る、で逆もできる、すっごい機能がついてる。で今はいろいろ進化してて AI 機能がついてきた。すごいじゃん。そうそう、 AI 機能は一番びっくりしたのが、英語の先生みたいなのが AI とコミュニケーションを取ることができる。英会話のレッスンが無料でこれでできるよ。で1個めっちゃ小さい機能なんだけど、同時通訳モードとかを使うときに、その自分の耳に聞こえる声が男か女に変換できる。本当にこんな小さいやつの中にいろんな機能が含まれているから、めっちゃパワフルなイヤホン。 今ちょっと説明しきれることもできないから、一回興味があった人は概要欄をチェックして、そこのリンクから飛んでいろいろ詳しく見てみてくださいね。皆さんはちなみにつまぶしの正しい食べ方が分かりますかね？意外と名古屋出身じゃない人は分かんないかもしれないね。そう、簡単に説明すると4つに分けて食べる、薬味をいろいろ加えて、特徴的なのがお茶漬けにするのが、出汁がついてるかね、これ。出汁がついてて、名古屋の食べ方なので早速食べましょう。まず4分割して入れていきます。ちなみにひつまぶしの名前の由来分かる？ひつまぶしの名前分かりません。おひつの中にうなぎがまぶした感じが入ってる。そのままだった。そうだよ。ひつにまぶしてる、ひつまぶし。そうだよ。あれ、そのまま最初いくの？あれ、薬味入れないのこれ？それはステップ2だよ。グリルされたやつをそのままで味わおうというステップです。おいしい、おいしい。日本語になると美味しいしか言わなくなります、この社長。あの、はい、食レポちゃんと頑張ります。もうこのうなぎがこう焼き具合が本当にめちゃめちゃ良くて、あとタレがちょっと甘くて、でこのご飯が本当に美味しい。また美味しいっちゃう。いいじゃん、本当に美味しい時はさ、美味しいしか出てこないからね、人間。あ、薬味登場ですか、ようやく。そうそうそう。で、ちなみにこれは手で入れるのが、あのマナー違反らしいよ。あ、そうなの？私は知らなかった。俺いつも手で掴んで入れちゃうわ。そうそう、ダメだよ。外国人にマナーを学ぶ日本人旦那っていうね。そうそう、日本人旦那は何も知らないから、ね、すいません。ステップバイステップで味を変えながら楽しむのが、だからひつまぶしがそんな美味しいよ。飽きないもんね。わさびのフレッシュさがあるし、あとネギの食感。ちなみにひつまぶし以外にもサイドメニューみたいなの注文した。何これ、これめっちゃ美味しそうじゃない？イクラとズワイガニだ、のポテトサラダ。めっちゃ美味しい。ドイツではありえないけどね。ドイツにベーコンとかソーセージとかは入れるかもしれないけど、カニとイクラをポテトサラダに入れようと誰も思ってない。日本人独特の発想なのかな。そうだよ、これめっちゃ美味しいよ。心です。3杯目はとうとうひつまぶしの本領発揮ですか？本領発揮？本領発揮、日本語が分かりません。あのまた通訳機がいる。そうだね。
こういう時に通訳はずっとつけとこうか、これから動画撮る時に。本当にそうだよ。本気を出すって意味。ひつまぶしの本気。そうそう、それがひつまぶしの本気だよ。まずは薬味を入れて、この出汁をこれですね加えるという。これ、うん、この出汁をそのままで飲みたくなるぐらい出汁が美味しい、うん、そう、出汁自体もうまいからね、うんうん、本当にこの出汁がすごいさっぱりしてる、本当にお腹いっぱいでもこの最後に駆け込めるぐらいさらりとしてうまい、そう、食べれる。タカがいつもめちゃめちゃタレを追加してるでしょ、うん、あ、そうそう、俺のおすすめは出汁漬けにした時はうなぎのタレを追加するのも美味しい。ちなみに海外でもさ、うなぎって食べれるよね。ヨーロッパとかにもいくつかの国でうなぎがあるよ。イギリスはジェリーディール、ゼリーに入ってるうなぎ。ちょっとそう、ちょっと怖いね。でもイギリスの、ね、てて伝統的な料理ってことでしょ。そうで、ドイツは北の方にあのスモークイールがあるよ。スモークされたうなぎ、ちょっと脂っこい。だから私の好みじゃないかな。日本のうなぎが世界で一番美味しいうなぎだよ。私はフードツアーやってるでしょ、ガイドとして、うんうん、いろんな外国人が名古屋に来て、うん、私はうなぎを出してあげる。でドイツ人はだいたいそのドイツのうなぎのイメージしかなくて、うん、いや、うなぎが好きじゃないなという、あの食べる前に、なるほどね、つまぶしを食べたら、これめっちゃ美味しいとか、おー、なるほどね、嬉しいね、いや、これ全然違うとか、つまぶしが好きじゃないという人一人もいなかったよ。あ、今までにもう100人近く多分ツアーしてるよね。そうだよ。あ、ちなみにね、このキュウリおかわり自由でした。タカが先に取って全部食べちゃったから。いいんじゃないですか、うなぎ我慢してますので私。キュウリで満足する旦那はどうですか。無料で代わりができるもの食べて、タカさん。安い旦那でよかったね。最後のステップがタカさん4杯目、自分の好きな食べ方で食べる。はい、タカの一番好きな食べ方は何？だし茶漬け。皆さんの一番好きな食べ方を教えてくださいね。私はちなみに秘密の4つ目の食べ方があるよ。まずは2つ目のステップにして、あ、薬味と山椒入れて、はい、それを半分食べて、うん、でその後にだしを追加する。だからステップ2と3は最後にもう1回食べれる。あ、そういうことね。寺社長、すごいの来ました。白焼き、どん、うわ、めっちゃ美味しそう。わさびと醤油がいただけましたので、わさび醤油で食べます。これもめっちゃ美味しいよ。食感も違うし、両面カリカリに焼いてあるけど中がめちゃめちゃふわふわしてる。で塩の味がしてて、でわさびとめちゃめちゃマッチが。これが食レポはどうだった？うん、いいと思いますよ。そうだよ。お、来た。もうちょっと注文しました。スライストマト、これもまた美味しいよ。トマトをさ、切ってさ出すだけじゃん、うん、俺でも出せるな。美味しいトマトを仕入れれば勝ちってことでしょ。ではタカが美味しいトマトが仕入れられないから、確かにレストランに行く必要がある。ダメだった。ドイツにもあるの、スライストマトのこうフレッシュな。いや、カプレーゼとかにする。だからそのままで食べることはあんまりない。社長が黙々と食べております。タカ優しいから、あ、残してくれた、ありがとう。ちなみにレナの影に隠れて僕食べてますので、どうでしょう、皆さん安心してください。やっぱりこれだよ、幸せ。もうひつまぶしのお茶漬けが最後の締めで食べるのがめっちゃ幸せ。あ、これもちなみにあったよ、スープまだ飲んでなかったね。お、うん、さっぱりして美味しい。白焼きもバクバクいってますね。いや、本当に全部美味しい。これ私の白焼きだったはずなんですけどね。あ、違うか、レナのものはレナのもの、俺のものはレナのものか。ごちそうさまでした。食べましたね、また めちゃくちゃいっぱい食べた。でも美味しかった。で、お会計はどうしますかね。お会計はお願いします。部下のおごり。最初はグじゃんけんいきますか、はい、お会計勝った方、負けた方、はい、それは負けた方。負けた方、いつもレナは負けた方っていうね。で、いつもレナが負けるよね。勝った方にしなくていいですか。お得意じゃんけんじゃなくていいですか。はい、最初はグじゃんけんぽ。
立ちました。なんでいつも負けるの。そもそもさ、社長さんだからさ、だからじゃんけんせずに私が払うよって言ったら一番かっこいいんだよね、こういう時は。それはね、今度からそう言った方がいいよ、私が払います。ごちそうさまでした、社長さん。はい、いくらだったと思う？私は当てたよ。15,000円。12,200円です。お、意外とうなぎ食べたけど、うん、ちなみに今日紹介したタイムケトルの翻訳イヤホンは、うん、いろんな場面で使うことができて、うん、例えば、まあ、旅行。そうだね、旅行者とか本当におすすめだよね。はい、あの皆さん海外に行く予定がありましたらこれを買った方がいいんですよ。持ってった方がいいよ、特に英語喋れない人。そう、私の両親が日本に来る時に、タカの両親と私の両親の間でコミュニケーションが取れるようにこれは絶対に使いたい。それがないと私はずっと間に通訳しなきゃいけないから。だからこれがレナの役割をしてくれるってことだね。イエス。リンクを概要欄に貼っておきますので、皆さん興味がありましたらそのリンクからちょっとタイムケトルをチェックしてみてくださいね。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのひつまぶしの一番好きなステップはコメントで教えてください。私はちなみに3です。はい、ということで、また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。